はい、じゃあ今回はこちらのポニーテールスタイルになります。こちら使ったのはゴム2つとコテですね。でプロセスもすごい少なめです。僕のヘアアレンジはプロセスが少なくてどれだけ可愛くなるかを意識していつも作ってますので、ぜひ最後まで見て練習してみてください。はい、まずこういったヘアバームですね。ヘアバームを全体になじませて、こういうパラパラした髪ですね、こういう髪がなくなるようにしていきます。これぐらいの量ですね。これぐらいの量をしっかり指の間までなじませます。こういう感じですね。でこれで全体につけていきます。この時に表面につけるとペタッとなりますので、根元、毛先の順ですね、根元につけて毛先に伸ばします。そして手に余ったので顔周りであったりとか表面につけます。で前髪と遅れ毛は一番最後にヘアバームをつけてツヤ感を出します。まず遅れ毛ですね。遅れ毛を適量取りまして、横の髪と後ろの髪に分けます。横の髪はこれぐらいですね。耳のだいたい後ろぐらい、横の髪取って、それとこの後ろの髪に分けます。でこの後ろの髪を低めでくるりんぱしていきます。これでくるりんぱしていきます。このゴムは少しきつめに二重にしてます。でくるりんぱのポイントなんですけど、穴は最小限にします。穴を広げすぎると横に広がったりしますので、穴は最小限にして、こういった感じで親指を入れ込んで少しきつめの穴でくるりんぱしていきますですね。でこの毛先を左右対称に均等にしてグッと引き上げます。倒しながら引き上げることによってこういった感じでゴム跡がつきませんですね。でこれをルーズにほぐしていきます。はい、それではほぐしていきます。でほぐすところはこういう感じで、ほぐすところとほぐさないところですね、つけていきます。こういった感じでほぐして、このほぐす力も徐々に力を抜いていって、こう薄く薄くしていきます、毛束を。そうすることによってシルエットが大きくなりません。こういう感じですね。徐々に力を抜いて薄く薄くしていきます。こちらも同じようにしていきます。で最後に全体を見てシルエットを確認しながらもう少しほぐしたりもできますので、最初はあまり大きくほぐしすぎないように、程よくぐらいな感じでほぐしておいてください。はい、完成です。続いてこの遅れ毛を残したこの横の髪ですね。で横の髪をこの後ろですね、このすぐ下にくるりんぱしていくんですけど、この時にこの髪の角度ですね、この角度がねじりが早いとこういう感じで差が出たりとか、ここも膨らんだりします。ですのでこういう感じでこの後ろの毛流れと合わすように、なじむようにこういう感じですね、セットしてこういう感じでくるりんぱしていきます。はい、ではくるりんぱしていきます。ここもゴムはきつめでしてください。で角度は下げてギュッとしていきますね。でこの毛先ありましたね、この毛先をアレンジスティックを使ってこの中に入れ込みます。でアレンジスティックこちらですね。これ100円均一とかバラエティショップにも売ってます。ネットでも売ってます。で指で入れ込んでも大丈夫です。こういった感じで穴にまず通して棒を、でこの輪っかに毛先を通します。これで引き抜くだけですね、スッと。でこれで下に髪出てきますので、下にまっすぐ下ろして、これで入れ込みは完成です。で続いてこのねじれですね、このねじれをほぐしていきます。でここ上がってきますので、しっかり下に支えてからほぐしますですね。ここも一緒ですね、ほぐすところとほぐさないところをつけることによって立体的になります。感じですね。続きまして毛先を巻いていきます。こういった感じで毛先の全体をまず軽くワンカールですね、緩めに巻きます。こういった感じで癖づけしていきます。
全体強く巻きすぎるとどうしてもシルエットが大きくなりますので、最初に毛先をこういった感じでワンカールつけて、この表面ですね、表面の細い毛束をこういった感じで取って立体的にします。ここだけ強く巻きます。こういった感じで、これは 3,4 箇所ぐらいでいいです。 3,4 箇所ぐらいこういった感じで巻いて立体的にします。こういった感じですね。これで強く巻くところと巻かないところですね、でメリハリがついて立体的になります。続きまして遅れ毛ですね。遅れ毛も全部いっぺんに巻くと固まってしまって、少しカールが強いと老けてしまったりしますので、柔らかい質感にするためにはこういった感じで3つぐらいに、3つ4つに分けて巻きます。まずもみ上げ巻きます。で続きまして顔周りですね。顔周りを何箇所かに分けてこういった感じで巻いていきます。でリバースですね。リバースに顔周り後ろに向かっていって巻くと大人っぽくなって、フォワードですね、顔を包み込む感じにして巻くと可愛いとかフェミニンとか、そういった感じの女性像になります。で遅れ毛ですね。遅れ毛にこういった感じで隙間が空いてしまう方がいるんですね。まあ、遅れ毛がそもそもそのカットの仕方がもう少し取った方がいいパターンもあるんですけど、どうしてもおでこの形でこういった感じで隙間が空いてしまう方がいるので、そういった方は遅れ毛を少し多めに作るのと、このここの部分ですね、ここの部分をしっかり土台を押さえて前にほぐします。こういった感じで前に向かってこういった感じですね。これだけで隠れます。この遅れ毛のところの顔周りを前にほぐすだけでこういった隙間がなくなります。そしてこの下も一緒ですね、それになじますような感じでほぐしていきます。この耳下は下に向かって少し耳が隠れるような感じでほぐすとおしゃれになります。はい、出来上がりました。こういった感じのヘアアクセですね。これは3コインズだったかな。こういうヘアアクセとかをつけても可愛いですね、華やかになります。はい、完成しましたですね。これ本当こうゴム2つでしてるとは思えないぐらいこう凝った感じになってると思います。こういった感じで、で今回は強めにほぐしたり巻いたりしたんですけど、これぐらい巻くと結婚式のお呼ばれであったりとか、まあ、パーティーであったりとかいろんなシーンに使えるんですけど、このほぐしをもう少し程よくほぐせば普段のお出かけスタイルというか普段のスタイルにも使えるポニーテールスタイルですので、ぜひこういろいろなシーンで使えると思いますので、ぜひ試してみてください。では今回以上になります。まあ、こういった感じで引き続き簡単で可愛いヘアアレンジ動画をいろいろアップしますので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。